こんにちは、シアピクリエイターのつまきです。動物さんとの幸せ共有体験、シアズハピネスウィズアニマルズを略してシアピの楽しさをお伝えするシアピテレビ。今回は北九州市にあります伊東津の森公園の日本猿さんのお宅でのシアピのご紹介です。動物園や水族館など動物施設のことを園館と言いますが、園館の新しくて深い楽しみ方、それがシアピです。まず具体的にどういうことかというと、その1、飼育員さんが選択肢を用意します。その動物さんの生態と個性が必要とする選択肢、ポジティブに選べる選択肢を用意します。これ1個しかないからこれじゃなくて、これもこれもこれも選べるけど今日はこれみたいなのが私たちはやってるんですよ、普段無意識のうちに。ですなのでありがたみが多分わからないと思うんですけれども、園館動物さんたちは本当に少ない選択肢の中で頑張ってくれてますので、それを増やすっていうのがすごくまずベースとなる部分ですね。そしてその用意した選択肢を動物さんが満喫する、その時に魅力や生態を発揮する、それを私たち来園者が見てよかったなって思うのがシェアピー、幸せ共有体験ですし、本来の生態なんかを知れるのも保全教育、それを合わせて楽しい保全教育と私は言っています。それこそ園館の存在意義であり集客コンテンツであると私は考えて推しているんですね。でこの一連の流れで大事なのがその説明なんですよ。飼育員さんが取り組んで動物さんがそれを満喫してっていうのも説明されないと分からないこともあるんですよね。でも説明されれば分かるんですよ。だから私こうわざわざ取材してお伝えしてるっていうところもあるんですね。それであとはもちろん生態のこととか、どういうピンチがあってどういうふうに人が力を貸せば解決できるのかみたいなことを伝えるのももちろん園館のお仕事です。なので説明ってものすっごい大事で、飼育員さんはもう動物さんのことに関してプロ級に詳しくて何でも用意できる能力と知識だけじゃなくて、今度説明能力とそれを形にする能力まで求められて、本当に超高度な専門職なんですよ。国家資格にしたっていいと思ってます。で1000万とかもらって当たり前だと思っていますけれども、その説明の凄さも伊東津の森公園は有名なんです。本当に分かりやすい、ちょっと読んでみようかなって思うものが手作りで作れるっていうところを取材してきましたので、ぜひそこを見ていただきたいと思います。でこれは自分の石橋でこういうやつ全部作ったんですけど、ちょっともうカビとか入って使えなくなったんで、この使える部分のベルトだけ切り取ってから。雨とか平気なんだ。一応防水スプレーで一応防水スプレーでだけで今のところ一応持ってますね。これも温度くっつけないと。結構布絵本だったんで、こうやって回して遊ぶような。すごい布絵本の時にあの仕掛けを作ってたんで。待って、それを作ったの？こんなこれ作ったの？その布絵本の時にその仕掛けで。信義が何でもできるんだな。このね伝える努力もまたすごいんですけどね。あの信義さんが作ったんですよ。この布絵本風に防水スプレーで。ちゃんと保護してですね。あら、どんなイメージですかとか、ね、注意点とか回るんだよね、これね。こうでさらにこういろいろ回ったりとかね、工夫がしてあってすごいよね、こんなんつねえ、すごい。こう可愛らしいとね、やっぱり見てみようかなって気もするし、シンプルにね、ほら、うん、すごいね、さらに下もだよ。すごいね。ここもあるんだ。ね、すごい。こんなん全部手作りで作ってしまうんだからすごいですね。びっくり。だからね、こういうの得意な方なんかはね、こういうのを応援してもいいかもしれないね。信義さんも相当得意だけど、ちゃちゃっとね、できる方なんか、こういうので応援するっていうのも、すごくね、主役に出る。なんでもね、円環ってね、サポートする部分すっごいいっぱいあるんで、ぜひね、自分何の園できるかなっていう目でね、見ていただくとまた発見がありますよ。これ信代さんがあの猿さんのとこでケージしてたんですけど、落っこってね、ここが割れたんで修復したそうですよ。そうですね、あの板がベネビレインと割れちゃったんで修復できるんだから、そんな複雑骨折みたいなやつでこれをちょっと今からあの綺麗に、ちょっとこの辺はまだトゲトゲして危ないんで、お客様が触るやつなんで。ああ、そっかそっか。いや、もういいんじゃねとか思ったら人は向かないんです、これ。一応お客様が触るところなんで。なるほどね。ここを綺麗にしてから、もう一回塗料を塗り直してから、ね、もう一回。このね、布でこれっつうのがもうびっくり。あと字が可愛いのもびっくり。この猿さんなんすか？
あ、これはですね、あの石橋作の。石橋も手が器用なんで、ちょっとこの布絵本も自分と石橋とで、石橋君も、石橋君も本当手が器用で、石橋君もの、ミシンも使って、ミシン手芸もしますし、私が何一つできないことが皆さんできます。絵もできますし。マジですごいな。で、このさ、上の懐かしいこれ。これ、初めて来た時、8年前ぐらいに初めて来た時に、飼育員さんの夢展みたいのがあって、こうしたいって模型でね見せることでお客さんすっごい分かったと思うんですよね。すごい感動したんだよね。でしかも、ね、もうちょっとでこうなる、うん、ねえすごくない？こう夢をねやっぱりゆったり形にして見せるってすごい大事なんですよ。すごいなね。よかった、撮ってあるんだ。